そして新年明けましておめでとうございます。いよいよ本番、これから名県の風は南から番組がスタートいたします。この番組は音楽や芸術、そしてスポーツや経済の専門家の方々をお招きして、私名県が根掘り葉掘り聞いていこうと、そういう番組でございます。皆様からのご質問やご意見もぜひたくさんお寄せくださいますようにお願いいたします。記念すべき第1回目は、世界で初と言われているリアル店舗とデジタルプラットフォームの融合、ダダアプリの開発者柿坂正樹社長を大阪の心斎橋へお尋ねいたしました。お楽しみにお聞きください。それでは1曲目、名犬バンドの歌で、名犬のボーカルで過ちお聞きください。どうぞ。大阪の心斎橋まで来ておりまして、今日のゲストはこちらのダダインテグレート社長、柿坂正樹社長です。はい、新年明けましておめでとうございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まず社長のこのダダインテグレート、はい、という会社はどんな会社なんでしょうか。はい、ですね、この会社は美容業界に関わる、はい、そのプラットフォームのアプリケーションを開発して運営している会社なんですよね。はい、難しいですよ。そうですね、ちょっとプラットフォームですね。はい、プラットフォーム、はい、プラットフォームというと、はい、あれですね、Amazon とか楽天とか、はいはい、ああいうイメージなんですね。はい、そうです。ああいうところとの、じゃあダダの違いっていうのはどういうところにありますか。なるほど。ですね、はい、Amazon さんとかね、楽天さんとかっていうのは、はい、まあ、ビジネス用語で言うと BC、 要は直接お客さんにサービスを展開するっていう、はい、あのプラットフォームなんですね。そうですね、個人がそこを覗きながら買い物する、そうです、そうです、ね、はい、で、まあ、小売店さんがそこで競い合って、はいはい、いかにその安い商品を提供するかっていうプラットフォームなんですよね。はいはい、で、我々のプラットフォームって美容に特化して、はい、基本は安売りをしない、はあはあ、うん、それと、じゃあ安売りをしないのにどうするかといいますと、はい、要はその B2B2C、はあ、要は働く人たちをも巻き込んで、はい、そのプラットフォームを運営していく、そしてお客さんにその価値を伝えていくっていうようなプラットフォームのビジネスフォーム。それはだいぶ違いますね。はい、今まではもうパソコンや携帯で一人で、はい、あの商品だけを見つけて、はい、そうですね、あの、まあ、できたら安い方を、はい、そうですね、探して僕が買えますよね。そうです、ちょっと違いますね。だからそこでね、探すときに今まではたくさんのデータがあることとか、はい、商品がたくさんあることが価値あったじゃないですか。はいはい、だけど今どうですか、その、あ、まあ、今言うたGoogleってね、はい、例えばショッピングモールに入ると、うん、何がいいのか自分に合ってるのかわからないことなんですか。うん、それはわからないですよね。でしょ、その時にプロショップの方が、はい、いや坂本先生にはこの商品が合ってますよっていう、はい、うん、要はコンシェルジュ的にね、はい、案内をしてくれるような、そういうことができるアプリケーションなんですよね。ほう、それはだいぶ違いますね。違う、ところがアマゾンとかもそうなんですよ。僕もね、はい、あのトレーニングが好きでね、はい、
トレーニングジムにこう通ってるんですよ、はい、でそのトレーナーいい体してるからね、はい、じゃあどういう食事してるのとかどういうサプリ飲んでるのとかってこう尋ねるんですよね、はい、そしたら教えてくれるんですよ、うん、ここのねメーカーの、サプリがいいですよって、うん、でそれどこで買うのって言ったらアマゾンって言うわけです、はい、うん、で僕はアマゾンで検索してすぐ買いますよ、はい、だってトレーナーが教えてくれるからね、うんうん、やっぱり面倒くさくないから、うん、その通り買うじゃないですか、はいでアマゾンさんで買ってじゃあそのお店もショップも利益になったかっていうと、はい、全く利益になってない。案内商品説明がしたけど、そうそうなんですよ。そうですよね、はい、一銭にもなってないですね、そのジムの先生は。はいはい、お客さん喜んでるだけなんですよ。これって大きな機械損失っていうか、うん、まあ、無償の労働みたいなね、アマゾンだけが喜んでる、うん、そしてメーカーだけが、まあ、それを取り扱ってる、うんうん、まあ、その販売会社が、はいはい、そこがまあ喜んでるだけのことになるじゃないですか。それを要するにその案内した人に対してね、きちっと報酬をこう戻していくっていうプラットフォームなんですよね。はあ、これは面白そうですね。はい、これは面白そう。ちょっと、いろいろと、まあ、聞いていきたいと思います。はい、いやまず最初にこのダ、はい、ダダという名前、はいはいはい、これはどういったところから来たんですか、ね、よく言われます。よく言われるんですよ、ね、はい、ダダって何ってウルトラマンの怪獣かみたいなこと言われるんで、確かにそうなんです、はい、ダダってね、僕らの世代、今僕ら、まあ、昭和36年僕生まれなんですけど、はい、僕らの世代ではね、ダダと言ったらですね、はい、ウルトラマンの怪獣のことを言うんですよね。だからね、よくねダダってウルトラマンの怪獣やろとかって言われるんですよ、はい、まあまあそう、そうとも言うと、はい、そうとも言うけど、もっと実は奥が深いんやと、ダダはと、ダダ、はい、ダダというのはね、はい、実はこのダダイズムっていうね、こういうその、うん、まあ、ネットで調べていただくと分かるんですけども、まあ、中世ヨーロッパのこの時代に、まあ、世が乱れた時に、うん、はい、まあ、芸術家がそのまあ、芸術家がまあいろんなこう社会に対してこう運動、反発した運動を起こしたことがダダイズムって言われる、そういうまあ言葉。それは結構深いですね。そうなんです、社会体制に対してですね。そうですそうですそうです、はいはい、だからそこでやっぱりその自分たちが信じて生きてきた今までのことが否定されてきたわけじゃないですか、はい、うん、それを要するに芸術家とかもいろいろ反発をしてですよ、うん、例えば芸術で言ったら、例えば背景画である人物画とかっていうのは誰が見てもこの人やって分かったわけですよね、はいはい、ところがその反発運動が動く中でですよ、皆さんがよく知ってるそのピカソとかですよ、はいはい、まあ、いろんなそのこれ何の絵やねんみたいな、うん、そういう芸術が生まれてきた時代なんですよね、はい、だからその自分たちがそこでその今までの芸術の概念を壊して新たなその芸術っていうかね、はい、ったものをこうパフォーマンスしてきた時代のことを、まあ、ダダイズムという。なるほど。今どうですかと、例えば今我々が常識やと思っていることが、例えばよく言われるね、こんなことを僕らも言いたくはないですけど、勝ち組と負け組がこう極端に分かれてきて、はい、どうですか、うん、皆さんが幸せやっていう風潮って結構ちょっと薄らいできているような気がする。そうですね、しないですか。勝ち負けにこだわってますね。勝ち負けにこだわる。そして奪う、奪われるとかね、はいはい、そういうことがよく聞くじゃないですか、はい、要は職業が AI によってなくなるよとか、うん、プラットフォームによってね、うん、アマゾンエフェクトとか言ってね、うんうん、逆に言ったら店が、モールが潰れていってるよって、これ、はい、プラットフォームがマーケットのその収益をみんな奪っていってるわけですよ、はい、でこれってどうなんていうことなんですか、うんうん、これって正しい資本主義のあり方なんかと、うん、でそうじゃないでしょと、うん、勝てばいいのかと、そうではなしにあるべき姿にきちっと戻していくっていうこと、要はどういうことかっていうと、やっぱりその守るため の、 その、はい、まあ、小さな商いをしている人たちっていうのは、うん、大きな商いをしている人に勝てるはずがないじゃないですか、はい、その、はい、要は金額と速さをもし言うんであればですよ、うんうんうん、でもそれ以上の価値を作ることによって対抗措置をね、はい、講じることって可能ではないかなっていうことで、うん、まあ、2015年ぐらいからですね、うん、もう春が5年ぐらい経つ、もう5年ぐらい経ちますね、はい、するんですけど、そこでまあ何かこのね、それを変えていくための方法ってないかなと、うん、
それはすごい話ですね、うん、やっぱりそのアマゾンエフェクトとかも随分言われて、はい、そうですよ、日経新聞なんかでも ね結構、はい、会社もお店も、はい、もうそのアマゾンの独り勝ち で結局リアルな店舗はどんどん街から消えていくとか、はいはい、まあ、実にそれはもう日本だけではなくて、はいはい、世界中そういう現象があって、はいはい、で、まあ、去年はもうコロナ1年の年でしたから、またでその時にリアル店舗はリアル店舗で大変だって言ってますけど、はい、アマゾンさんの方から聞こえてくるニュースは社員を何十万人雇用したと、そうそうそう、もうどんどん伸びてる、それはどんどんこう格差はね、はい、広がる一方で、はい、まあ、デジタル化とかそういう言葉は、はい、そのなかなかその弱小というか中小零細の企業にとっては、はい、あんまりいい響きじゃないですよね。そうなんですよね。今の社長の話だと、でも そっち側じゃなくて、はい、だから大きくなったり、はい、売上が上がるとかっていうよりも、はい、そのお店の小売店にとって、はい、あの小売店のことをまあ考えてくれているようなプラットフォームということになりますかね。はい、その通りですね。で、僕も、まあ、お店をやってきた時代があるんですよね。だからその時に、まあ、いろんなその問題っていう課題がたくさんありました。はいはい、でそういったことをどうしてその自分たちだけで解決できないことをね、例えば大きな力によって、うん、例えばその技術によって解決できたら素晴らしいなっていうことっていうのは、まあ、結構あったんですよね。うん、はい、ということは何かって このアプリって実を言うと、うん、自分のために作ったみたいなもんなんです。自分がこれが欲しいと、もうないんであれば自分で作ろうみたいな、ね、まあまあそういうとこから始まってるんですけどね。なるほど。じゃあ自分の、はい、自分のお店の繁栄するために、はい、まあ、デジタル化するために何かいい方法はないかから始まってるんですね。はい、そうすると、ちょっと社長のじゃあお店ということでしたけど、はいはい、ちょっと簡単なその辺の経歴を。はい、そうですね。僕はですね、約25年ぐらい前からですね、はい、この美容業界の、まあ、エステ業界、のお店ですね、はい、まあ、よくエステサロンっていう、はい、そういうお店を25年ぐらい経営をさせてもらったりとかですね、うん、はい、で美顔器のメーカーとか化粧品を作ってこう販売卸しをしたりとかですね、こういう経歴ですね。それも2つともやってると、はい、要するにメーカーもやってれば、はい、サロンでの小売店というか、はい、いわゆる一般のエステサロンというのもやられたということですね。はいはい、それは大阪でやられたんですかね。そう、奈良と大阪ですね。奈良と大阪で、はい、まあ、複数店舗、はい、そういうのを、まあ、リアルのサロンの経験もあって、はい、だからそのサロンの方を向いたそうですプラットフォームを作りたいと、はい、そうです。あ、で結局ね、例えばどういうことかっていったら、もっと正せばですよ、はい、やっぱりそのサロンが例えばこう儲かるというかね、例えばきちっとこう運営ができれば、商品を卸しているメーカーは自然とこう利益が出るということなんですよね。はい、はい、そうですね、はい、サロン、そのこうなんていうんですかね、デジタルプラットフォーメーションとかっていうと、はい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 、普通はそのプラットフォーマー、はい、アマゾンさんだとか楽天さんだとか、はい、その運営主体者はやっぱり儲かりますね。はい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 、で絶えずそれはまあ去年も楽天さんの問題があって、はい、まあ、いきなりその送料で、ね、はいはい、強制的に、もう無料にしなさいというようなことがあって裁判になるとか、はいはい、そういう問題もありましたが、はい、これはかなり一方的にこのプラットフォーマー側が主体的に何でも決めるという、はいはい、力があるというかね、はい、そうですね、そういうようなものだったわけですけど、うん、はい、ちょっとダダの場合は様相が違いますね、はい、そうですね、違いますね、あの様相が、ね、大きく違うと思うんですよね、はい、だからそこに介在するお店とかスタッフ、はい、特にね、はい、僕のこのこだわりっていうのが、例えばエステサロン、お店って言った時に誰もそのお店をお店と言うんではなしに、はい、うん、そこのオーナーもスタッフも全て入れてこうお店ってこう位置づける。そうですね、もうお店って言ったら全部ひっくるめてお店、そうで、メーカーというならば、例えばメーカーの社長も役員も従業員も入れてメーカーですよね、こういう位置づけ。ところがこれよく考えてほしいのは、働いてる人たちっていうのもね、実はお客さん、売り手っていうのも買い手なんですよ。だから
このサロンのオーナーも例えばショップの働いてる人たちも、はい、実を言うと売り手ですけど買い手でもあるんですよ、うん、でこういうことってあんまりこう今まで考えてなかったんじゃないかなって思います、うんうんはい、そうですね、はい、一方的にまあね、プラットフォームを見つけて買うとかっていうことはもうお客さんのそれしかないんですけど、お店のスタッフもそれは買いますよね、はい、そうです、オーナーさんも買いますね、はい、美容の商品も化粧品も、はい、でそれと今回ねこの 3年というか、まあ、この10年以内ですけども、はい、やっぱりこの SNS って言われるね、うん、双方の時代になってきて、はい、そのお客様っていうかね、こう売り手と買い手っていうものが明確に分けるってどこでその境目あるのよと、はい、は昔はね、要するに情報を知らなかった、商品を知らなかった時代っていうのは、はい、売る時代やったと思うんですよ、はい、だけど今はそうではないんかなと、うん、なぜかって言ったら情報ってもうお客さんも全てが知ってるんですよ、はい、だから売り手と買い手っていうのは常に混在してこのプラットフォームの中に存在してるっていう考え方っていうものがこれからの新たなマーケットの作り方になるんじゃないかなっていう考え方ですね。それも新しいですね。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、説明がね、はい、だから今まではもう、はい、まあ、一方通行というか、はい、プラットフォーマー一方通行です、はい、うん、こうね、お店を、はい、商品を探していって、はいはい、お客さんがまあ勝手に買って、はい、まあ行くと、はい、そうすると今のダダのアプリというのは僕が、はい、エステサロンに行くなり、はい、美容室に行って、はい、でその先生方からも商品のことも説明も受けられるし、はいはいはい、それを今度はその自ら変えるというか、はい、変えるし情報をさらに得ることもできるし、もっと深くまで知ることができるんですよね。なるほど、まあ、はい、いっぱい先生から聞いて、はい、じゃあ帰ってから商品は頼んでおきますって、はい、あ、それもできます、で、はい、それでもいいということですね、はい、それ、はい、それリアルと、はい、デジタルと両方ありますよね、はい、そうなんです。それこうみんな 今のこのデジタル化の社会の中で問題化されているのが その問題で、はい、まあ、だから全部デジタル化していって、はい、結局は商品はリアル店舗では説明は受けるけど買うのはデジタル、そうです。そうすると何も説明したリアル店舗の方には何もない、はい、恩恵が、恩恵がない。だからなかなかと言いますか、はい、美容室もエステサロンもデジタル化できない業種と今までずっと言われてきましたですよね、はい、それはまた居酒屋さんもあれば、はい、もういろんなとこが、はい、この去年のコロナのこの騒ぎの時に大変苦しい目にあったわけですけども、はい、今の社長の話でいくと そのお店全体がデジタル化していっても、はい、リアル店舗もちゃんと生き残り、はい、で物販の売り上げもちゃんと自分に返ってくる、そういうことです。そしてさらにお客さんにもそれ以上の価値を伴うサービスができるということです。ああ、なるほど、はい、それは面白いですね。だと思うんですよね。これ美容室の先生やエステの先生ですね、はい、そういう人たちが聞いたらびっくりされるしすぎてわからないびっくりしすぎて何が何か意味がわからない。なぜかって言ってやっぱ今までの固定概念っていうのがやっぱあるんですよね、はい、その固定概念をいきなりこの話をするとやっぱりわからない、うんうん、だけどこのコロナであるとか、うん、この、まあ、デジタルトランスフォーメーションという言葉自体が動き出すことによって、はい、徐々にですけど何かわからないけど興味を持ってくれ来てるそういうオーナーさんたちは今増えてきてます。あ、なるほど、はい、そうそう、じゃあちょっとリアルに聞いていきますと、はいはい、お客さんは今、はい、あのラジオ聞いてらっしゃる方も、はい、すぐその、まあ、買いたいというか、はい、ダダのところに行けば美容とその健康の商品が、はい、あります、はい、ずらっと並んでいると、はい、でそれお客さんはどうすればいいんですかね。そのダダで買い物をするっていうとかどっかサロンに行けばいいんですか。まあ、サロンに行くか、はい、まずは、まあ、知ってる人からね、はい、例えばまずは、はい、まあ、アプリケーションをダウンロードしてもらうんです、ね、あーはーはーはい、じゃあサロンの先生のところに行って、はい、あの先生から聞いて、はい、じゃあダダアプリを、はい、このアップストアかでも買えるんですかね。
買えるっていうか、あの、まあ、ダウンロードできます、はい、これ無料ですか？ Google と Apple、そう、無料です。あ、無料で、このアプリケーションは無料で Google プレイか、はい、Apple ストアでダウンロードができます、はい、あ、なるほど、はい、じゃあそこ行って先生と一緒にそのまずあのアプリをダウンロードする、はい、でその時のこのなんかお客さんのメリットというか、そうなんです、これはあるんですか？あります、あのダウンロードしていただいて、はい、まずは自分の、まあ、必須項目、まあ、簡単なことなんですけど、はいはい、名前とかメールアドレスとかをちょっと登録していただくと、なるほど、このショップで使える1000ポイント、はい、1ポイントが1円と計算すると約1000円分のポイントが付与されます、はい、あ、じゃあダウンロードした段階でアプリをダウンロードするとまず1000ポイントもらえると、はいはい、これいいですね、はい、で1000ポイントもらって、そうすると そこからも自分で、はい、あの好き、まあ、化粧品とか、はい、美容機器とかを買えるということになります。そうです、で買っていただくとさらに 10% から15% のポイントバックが入ります、はい、あれ、購入のたびに、購入のたびに 10%、 はい、結構ね大きいんです、大きいですね、はい、あの他でよくサービスするポイントとかやったらね、あのコンマ 1%、 2% とかっていうポイントバックなんですけど、うん、我々は 10% から 15% ぐらいのバックが入ります。あ、でこれを貯めていただくと、はい、リアルの店舗でも、はい、要するにそのサービスを受けた時の支払いに使えるって、こういうことができるようなアプリなんですよね。あ、じゃあ髪の毛切ったりエステの施術を受けたりしても、はいはいはい、そういうのにも使える、はい、使える、商品も買える、買える、あ、これはすごい話ですね。面白くなってまいりました。ありがとうございます、はい、じゃあ後半戦はまたサロンのオーナーやメーカーさんがのメリットといいますかね、はいはい、そういうところも聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。それでは1曲名犬バンドの歌を聴いてください。続いての曲は私名犬がプロデュースした熱烈によります男と女の鹿児島物語、どうぞ。島で生まれたチェストで生きてきた、風呂に入るの俺が先、黙って後からついてこい。あなたを立てて生きてきた、家族を支えて生きてきた、男と醤油が甘い街、お風呂とあの世はあなた先。人生は楽しいね、鹿児島に生まれて感謝してます。今夜は楽しいね、女に生まれて丸々儲け、あ、俺にはでっかい夢がある。女の鹿児島物語、天文館でデートして結婚したのが運の月。行方が気にかかる、天下国家を議論する、人権ことなど気にするな、世界の平和を夢見てる。我が家の家計が気にかかる、年金開始を待っている、あなたの寿命を占って面倒を見るのも後わずか。人生は楽しいね、あなたに出会えて感謝してます。今夜は楽しいね、
けで丸々丸儲け。夫婦で支え合ってきた。何言ってんの感づいてたわ、あなたの浮気癖。ああ男と女の鹿児島物語。義を言う名の一言でチャンスを逃したの。何度も何度も何度も。はい、それでは後半戦、もうちょっとダダについて聞いていきたいと思います。先ほどはお客様が、はい、まあ、アプリをダウンロードして、はい、で、まあ、商品購入するたびに、はい、まあ、ポイントも10ポイントとか15ポイントもらえると、はいはい、そういう話をお聞きしましたが、はいはい、サロンの先生たちのメリットといいますか、はいはい、そこら辺はどういうことになりますかね。そうですね、このメリットっていう、まあ、これはね、まあ、スケールメリットっていうか、はい、要するにそのマーケットをこう大きく囲い込んでいくことによって、はい、あの今まで、まあ、僕もエステサロンを経営してたんですけど、はい、やはりね、これ時代のちょっとね背景だけ分かってほしいんですよ、はい、例えばもっと大きく分けて昔はですよ、物を作れば売れたじゃないですか、はいはい、ね、売れましたよね、うん、物がないから物を作れば売れた。そして、そこから粗悪品なものも出てきたら品質のいいものがあれば売れたんですよ、うん、はい、でちょっとねこの30年ぐらい前からね、結構ね、そういうふうに物が売れなくなってきたんですよ。それは分かるように、この30年間、まあ、大卒の賃金、給料上がってないです、30年間。では、それはどこからかというと、バブル崩壊した以降、30年間、ね、なくした経済とかね、うん、こういう経済成長がほとんどこう、うん、生まれてない、うん、ここがまあ当たり前のように今なってるんですけども、はい、いいものを作っても売れないから、うん、安い商品に行くんですよね、はい、まあ、お客さんもさることながらメーカーも高い商品売れないから安くどんどん、うん、ということは利益がどん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 取れなくなってきますよね、うん、それともう一つ裏側には確かにマーケットもそういうになってきたけども売り手の方のエネルギー力が相当必要になってきた、はい、うん、ね、うん、ということは売り手の方メーカーは商品作って卸すだけですけど要はお店屋さんも商品並べてて買いに来てくれるっていうこういう構図がもうできなくなってきた。あ、ということは積極的に説明して売らなあかん時代だったんですよね、うんうん、この30年間。なるほど。で一生懸命売りますよね、はい、そしたらエネルギーと労力がかかります、うん、ただどうですかね、一生懸命頑張ったらもっと報酬欲しくなるじゃないですか。要は商品作って売らせてくださいっていう、いう時代からです、はい、私たちが売ってあげてるやろと、もっと安くしなさいと、うんうん、こういう、 こう背景に変わってきたんですよ。なるほど、うん、でどのつまりが安くなかなかそのディーラーさんとか問屋さんが卸してくれなかったら、うん、いっそのこと自分たちで商品も作った方が儲かるんじゃないのと、うんうん、まあ、こういう風な背景でメーカーという立ち位置の人たちがどんどん増えてきていろんな商品の数が増えてきて、うん、でマーケットがこうなんていうか乱立してる、はい、そして売れなくなってくるから値引き合戦を行っていって、うん、マーケットが乱れているのが今の現状ですね。あ、そうですね、はい、もうどんどんそれデジタルでもリアルの店舗でも、まあ、同じ、はい、その価格については同じようなことが言って、はい、そうですね、まあ、いかに安く売ると、そうですね、はい、売ることによって、まあ、売れるけど、はい、相手もまた安くすると、そう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 、それの悪循環、悪循環ですね、ですよね、はい、まあ、現実にしかしそれはそのデジタルトランスフォーマーも、はい、プラットフォームもデジタルプラットフォームだって同じことが言えて、はいはい、あそこにメーカーさんが出店したところで、はい、同じものをこんな違う商店が安く売ればそうですよ、どんどん安いところから必ず買えますよね。そうなんですよ。それリアルもそうですよね。だからしかし、まあ、一応定価販売なので、はいはい、のメーカーさんもサロンさんも、はい、あのちゃんと粗利が取れるというか、そうです、きちんと利益はもらえると。
ここがね大きく違いはね、はい、例えばプラットフォームの中で、はい、小売店同士を争うことって、うん、まあ、資本主義の社会の中ではね、うん、消費者利益なんですよ。安く買うということは消費者利益じゃないですか、はい、要はこの販売店同士がね一つの商品を安くうちが安いからうちのをもっと安くするよってこう戦ってくれることが、うん、はい、消費者にとっては利益ですよね、はい、安く買える利益、はい、でこれをやってるのがアマゾンとか楽天だと思ってくれたり、うん、はいはい、でこれでやってて消費者は確かに安く買えてこれ嬉しいんですけど、うん、実はそのしっぺ返しが消費者にも来るんですよ、はあ、結局ね、はい、なぜならばこのお店とかメーカーさんとかって莫大な数いて、うん、ここにぶら下がってる、まあ、家族もおれば全てあるじゃないですか、うん、これ、はい、どんどん利益なくなっていくわけですよ、うん、はい、そうですね、利益なくなっていくっていうことは給料がなくな低くなってくる、うん、給料が低くなってくると使えるお金がなくなってくる、はい、この人たちの家族もみんな売り手ばっかりじゃないし買い手なんですよ、実を言うと、はい、うん、ここのマーケット自体も全て買い手のマーケットなんですよ、はい、だから僕は売り手も買い手も一緒でしょっていうことになるわけです。なるほど。だから売り手ばっかりの例えば売り手が例えば利益を取れなくなるということは買い手も買えなくなる、うん、ね、だからこういう現象がどん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 起こる、要はマイナスのスパイラルが、あ、要はこの30年間、うん、もうマックスになるぐらい動いてると、はい、そしてこのマーケットに中国のね、うん、人たちが来ると、はい、日本の商品は品質もよくってむちゃむちゃ安いと、うん、カバンに入れられるだけ買ってね、うん、例えば母国に持って帰ってね、はい、倍で売っても売れるわけですよね、うんうん、そうですね、うん、でそれが起こってますね、起こってる。でこれをね考えるとね約30年40年前は、うん、ヨーロッパのブランド商品を定価で日本人は買ってきてね、はい、2倍3倍で売れてた時代があるらしいんですよ、うん、これ、うん、ありましたね。そうなんですよ、はい、だからもうこれってやっぱりね日本も確かに高度成長期の時は、うん、まあそういう時代もあった、うん、はい、だけど今は逆にそれが高度が低迷、高度成長がなくなってね、うん、まあ、その先進国入りをしたものの、うん、やっぱりその国民の生活っていうのはやっぱり結構厳しい状況に陥ってるんじゃないかなってこう思うんですよね。まあそのアマゾンで去年のコロナの騒ぎになって、はい、アマゾンは確かに独り勝ちをして、はい、どんどん業績も伸びて、はい、従業員もどんどん入れて、はいはい、そうですね、でその片方ではもうどんどん小売店は潰れ、そうですよ、はい、だからインバウンドの姿ももう見えなくなったしそうですよ、そうですよ、もうほとんどリアル店舗というかですね、はい、そのできなかったというか結局そのリモート化とかが言われましたけども、はい、美容室、エステ、うん、それからまあ居酒屋さんもそうですね、はい、デジタル化不可能と言われているもんだから、はいはい、もうできなかったわけですけど、うん、今のお話を聞いてくるとその不可能と言われていたエステや美容室向けの、うん、そのデジタル化っていう話ですよね。はい、そうです、その通りです。しかもそれリアル店舗とデジタルを結びつけてるっていうことは、そうです、これすごくないですか。すごいんですよ、これが、ね、これ世界にないんじゃないですか。ないんですよ、だからこれね、このビジネスは、はい、実を言うとビジネス特許は取れてるんですよね。特許も取れてる、はい、あ、そうですか。これは2018年の1月に、はい、特許庁からビジネスモデルの特許が下りてます。あ、そうですか、はい、それもね、いろんなニュースで言われてるのが、はい、まあ、これからの、はい、まあ、デジタル化社会の中での問題は、はい、まあ、リアル店舗とデジタル化を結びつけたところが勝つと、はい、まあ、大体それが新しいプラットフォーマーの在り方、はいはいはい、なおかつその共存共栄というかね、はい、誰か一人だけが勝って、はいはい、だからメーカーの都合だったり、はい、そのプラットフォーマーの都合で、はい、そこだけが勝つと、はい、で後の周りの人はみんな死んでしまうというか、はいはい、倒産してしまうというか、はい、まあ、それがデジタル化の一番こうネック、はい、じゃあ美容室と、うん、そのエステサロンで、はい、このダダのアプリを自分で入れたいっていう時は、はい、この
先生のところに、社長のところに連絡すればいいんですね。そうです。アプリケーションの中に、はい、店舗の申請ができる、はい、コードがあるんですよね。そこから、まあ、入っていただくこともできますし、はい、まあ、我々に電話いただくことで、はい、それを解決することも、まあ、契約することもできます。なるほど。はい、じゃあ、まあ、それによってお店がダダ、はい、ダダ、まあ、取り扱い店というか、はい、ダダサロンということになるわけですね。はい、そうです。そうすると、そのダダサロンになるとどんなメリットというか、はい、そのダダアプリの中 で、ね、そのリアル店舗と結びつけるというのはどんな仕掛けがあるんですか。はい、これはね、簡単なんですね。結局アプリケーションダウンロードしてもらっても、はい、結局マーケットの商品とか買えなくなってるんですよね。はい、どこかのお店とか紹介者と QR コードで紐付けるっていう作業だけ、まあ、簡単な作業なんですよ。今でなればカメラでその QR コードを読んでもらうだけなんですけ ど、 そうすることによって、このまあ、デジタルの中で、うんうん、誰の紹介のどこのお店につながったお客さんのお客さんなのかっていうことが判断されるようになるんですよ。なるほど。はい、じゃあお店に、お店のがまずダダ登録を してもらって、はい、そうですね、そうするとそこのお客さんというか、はい、そこへ通うお客さんが、まあ、ダダの会員というかアプリを通した会員となると、はい、そこの人がそのお店の先生に勧められて買うのはもちろんお店の売り上げにもなるし、はい、なります。だけどこの人が今度は違う、うん、あの商品、はい、このお店エステサロンが扱ってない商品を他のところで買ったと、はいはい、しても、はい、そのサロンさんの売り上げになるということですか。そうです、その通りです、はい、他の商品だからね、あ、すごいですね。ここがね、大きな問題で、はい、例えばリアル店舗の商品を置く棚って、はい、大きくないじゃないですか。あ、そうですね、大きくない。そうです ね、もう本当に10品ぐらいが精一杯じゃないかなって、うん、美容室行かれてね、例えば100も200も1000も置いてるような美容室ないじゃないですか、はいはい、ところが我々のプラットフォームの強みっていうのは、はい、その商品の陳列棚っていうのは無限なんですよ。無限です。だからいつ買いに来てもたくさんの商品を提供することができるっていう。あ、すごい。それはそうするとお店は在庫を、はい、まあ、リアルの在庫は10個ぐらいしか、はい、10か20しかないとしても、はい、そのダダのところに陳列してるメーカーさんの、はい、商品は、はい、まあ、まあ200も300も、そうです、もういくらでもあるんでしょうけども、はいはい、そういうのをお客さんが買っても、はい、そのリアル店舗のサロンさんの売り上げになるっていう、はい、なるということ、はい、すごくないですかね、それ。これがね、店の方も知らないマーケットが動くということですね。要は自分たちは別にその商品が載ってることすらも気づかないけど、お客さんがその必要としてそれを買うっていうことは OK じゃないですか、うん、はいはい、それによって大きなその積み重なった利益が大きな収益として変わってくるということですね、はいはい、うわ、そしたらこれ聞いてるエステサロンの先生や BS の先生がみんなダダにダダ DA、はい、DA ですよ、 DA、 DA って引いて、はいはい、ダダに、あの、はい、ぜひ大阪ですからね、住所は大阪のダダを検索して電話でいろいろ聞いてみてください。じゃあサロンの先生、エステの先生、はい、BS の先生たちの利点は分かりました、はい、じゃあメーカーというか美容商材を扱ったり、はい、健康商材のメーカーさんはどんな特典がありますか。はいはい、ここも大きな特典があると思うんですよね、はいはいはい、まずですね、僕もメーカーをしてて、はい、まあ、メーカーの立場から言えば、うん、当然お店に卸す時とか問屋さんに卸す時って掛け率を出すわけで、はい、定価で売るわけではないので、ね、うんうん、もうそこでほとんど、まあ、メーカーですからね、はいはいはい、メーカーですから小売で卸しますから、はい、利益ってちっちゃいじゃないですか、はい、そのちっちゃい利益を例えば大きくするためにはたくさんの商品を買ってもらうということが条件ですよね、うんうんうん、これがまず今までのデメリットだった。デメリットというか、はい、メーカーにとっては大きな利益ですよ。当然、はいはい、100とか1000とか買ってもらうということはちっちゃな利益でも、ね、たくさんの量を買うことによってそこでは売り上げになりますよ、はい、でもこれ末端の消費者にはまだ届いてないですよね、はい、そうですね、はい、でこれ流通代行って残ってるんですよね、うん、でその流通代行に残ってる人たちが、はい、売れなくなって代行に困ったらどうすると思います。あ、どうすんですかね、どうしますか、ね、はい、そのまま腐っていきますね、どんどん商品、そうそうそう、腐っていったら困るし、賞味期限があればですよ、はいはい、商品がもう二足三文というか、もうクズになる、うん、ゴミになるわけです、うん、はい、ということはそれが困るということで、はい、ネットで売るんですよ。あ、ネットで売りだす、それも安く、うんうんうん、例えば中間流通代行というのが、はい、ネットによって安く消費者に売られてしまうので、なるほど、
うん、例えばメーカーとしてはいいんですけども、うん、メーカーとしてはいいっていうことないけど、うん、商品の価値がやっぱりね、うん、どん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 落ちていきます、うん、そうですね。そして店で商品を買わなくなります、うん、こういう現状がまずあるんですよね、うん、で、そうか言うてじゃあね一つの商品を買ってもらうのに、うん、僕大阪ですけど鹿児島まで行ってですよ、はい、お客さんに商品説明して売るわけにいかないです、はい、そしてそれを店の利益まで入れてですよ、はい、売ってたらこれ交通費から、うん、宿泊費から入れてこれバカにならないじゃないですか。あ、じゃあ、まあ、メーカーとしても、はい、直接ダダのプラットフォームに自分の商品を並べて、はいはい、で自分で別に売らなくても、はい、そのダダアプリを持った、はい、あの美容と健康の、はい、まあ、お客様が勝手に商品を選んでくれて買ってくれると、はい、そのメーカーは直送するわけですか、ね、直送です、はい、直送すると、はい、でも私がどっかのサロンの先生からダダアプリをダウンロードしてたら、はい、その先生のところに売り上げがそういきます、はい、じゃあ当然そのメーカーさんにも行く、はい、そうです。ああ、それはもうすごい話ですね、うん、これね。でもっと言うのはね、はい、今はただ単に我々のプラットフォームにメーカーさんが入れたというこういう過程で話をさせてもらったんです、はいはい、もしメーカーさんがマーケットを構築したならば、はい、ダダのプラットフォームを活用してダダの顧客をどんどん開拓していただいたならば、はいはい、どういうことになるかというと、当然今まで自社の商品だけが自分のところの収益だったじゃないですか、はいはい、これは当たり前ですよね、うん、当たり前。ところが自分たちがマーケットを大きくすると他の商品が売れても自社の利益になるという、うん、こういうスキームを組んでるわけです。ああ、なるほど。じゃあライバルの商品にお客さんが、はい、まあ、はい、1回目はこの A メーカー の、はい、あのシャンプー買って、はい、まあ、ちょっと飽きたから B メーカーを、はい、今度は買おうかという時も、はい、その A メーカーの、はい、に紐づいてるお客さんは、はい、A メーカーにも利益が入る、はい、という。ということは要は奪い合ってで、お客さんが0、100をこう今までやってきたわけですよ、はい、確かに奪われるっていうことは利益は多少減るんですけど、うんうんうん、ゼロにはならないという、うん、こういうスキームで組んでるんですよ。ああ、なるほど。だからその奪い合うんじゃなくて与え合い、与え合う、そうなんです。いや、与え合い、メーカー同士、それからサロン同士、はい、ライバルサロン同士も、はい、みんな実は利益を与え合っていくと、はい、そう。だから力の強いメーカー、力の強いこの旬にあ、うん、ビッグの商品を開発したメーカーが現れたら、はいはい、今までは猫好き自分たちのマーケットを取られていったじゃないですか、うんうん、そうですね。じゃあ今どうですか。じゃあ歓迎ですよね、うん、自分たちのマーケットが出るところにすごい商品を売ってくれるメーカーが誕生したら、うん、おい、どんどんやってくれと、うん、なるほど。なぜかというとお互いにみんなに収益がもたらされるから、うん、誰も別に怒らない。あ、こういう作り込み、すごい。それはじゃあ三方よしですね、はい、お客さんもメーカーさん もう小売店さんも、はい、もうみんなよしと、はい、あ、そうですか。素晴らしいダダのアプリですが、ぜひじゃあメーカーさんの美容と健康の商材作ってる皆さんもぜひダダさんに連絡してですね、はい、ダダのプラットフォームの中に、新しいプラットフォームの中に入れていただきたいと思います。社長、あの今度は 2,、はい、2月、はい、2月何日でしたか。ですね、2月の18日ですか、ね、18日、はいはいはい、18日木曜日、はい、あの沖縄で、はい、このダダのセミナーというのがありまして、はい、まあ、サロンの皆さんも、はい、また美容室の皆さん、はい、エステの皆さん、はい、それから美容と健康の商品を作ってるメーカーもいいんですか、ね、はい、結構ですよ。じゃあメーカーの皆さんも、はい、ぜひ、ダダのこのアプリの説明会に行って、今まで不可能とされていた業種のデジタル化の話ですね、これね。はい、そうです。まあ、新しい時代のデジタル化、ぜひエステサロンも美容の先生方も、はい、チャレンジして、いただければ、はい、メーカーさんもですね、はい、ぜひ12月、あ、じゃあ2月、ごめんなさい、はい、2月18日木曜日、はい、ダダの主催されます、美容と健康のセミナー、はい、アプリのセミナーにぜひ検索をしていただいて、はい、ダダで検索していただいてですね、はい、ご参加をしていただければと思います。じゃあ、なかなか難しいこのデジタル化の話ではありましたが、はいはい、私も記念すべき1回目がありがとうございます。本当ありがとうございました、はい、緊張しました、ね、あ、いやいや、僕も緊張しました。はい、じゃあますますこれからそのまあね、はい、Amazon も何もかも大体5年ぐらいは
ほとんど鳴かず飛ばずというか知らないからですね、はい、世間では、はい、まあ、その辺からぐっとこう行くのが大体6、7年目ぐらいからでしょうから、はい、今年、ダダさんがますます飛躍されますように、はいはい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございます。それではここで一曲、名犬バンドによる熟年リ見てない見てない私のことをあなたはちっとも見てくれない。食事の時でもお休みの日も二人の会話がない。そうよ気づいて欲しかった。おしどり夫婦って言われてきたけど見せかけだけの恋、仮面の夫婦なの。大さんじゃないんだよ。明日からあなたも炊事洗濯一人で頑張って。でもね、許してあげるな。惚れた私も悪いから慰謝料いらないわ。老後の足しにして。私の名義なの。もっと見つめて欲しかった。生まれ変わって来世で会えたらもう一度よろしくね。お呼びでないかしら。酒ね、いつものお店で酔いつぶれても迎えに行かないわ。一人で帰ってね。体に気をつけて。もう後がないわよ。